死亡したのは橘日向さん。負け犬フリーター竹道の元恋人が殺された。そんな彼がある日、何やってんだよ竹道。俺死んだ。は？10年前の高校時代にタイムリープしてしまった。この野郎、いいから逃げよ。てめえは一生俺の奴隷だ。分かってるよ、俺の人生クソだって。だったら頑張って、それで10年後も私と一緒にいて。竹道のミッション、それは東京卍会を消滅させる。正面印字最強で敵人潰すぞ。俺がヒナを守るよ。こんな俺にだってな、二度と譲れねえもんがあるんだよ。どうやって死にて。名前を呼ぶよ。花垣竹道、俺はお前が気に入った。全然弱いくせに自分より強い相手に平気で喧嘩挑んじゃうし。俺はずっとあの頃見てバカやって笑ってなかったよ。私の好きな竹道くんだから。命の意味だ、僕らの意味だ。俺にだってよ、弾けねえ理由があんだよ。用拳頭逆天改命。竹道くん、こんなとこで弾けねえ。東京復仇者9月11日逆天改命。